皆さん、こんにちは。管理栄養士リサです。今日はですね、食事や栄養の話でもなく、美味しい食べ物屋さんの話でもなく、実は昨日コロナのワクチンを打ってきました。1回目なんですけど、で、私の場合は検診期間で多数の患者さんとやっぱり接するということで、医療従事者枠として皆さんよりも一足先に打ってきました。で、私自身いろいろやっぱりいろんな情報が飛び交っていて怖かったんですけど、でももし自分がかかった時に他の皆さんに移したら大変なことになるっていうのも考えて、打つという決断をしました。で、昨日の午後に、打ちに行ったんですが、まずあらかじめ用意された問診票に自分でチェックを入れて持っていきます。で、その後お医者さんの、診察、問診ですねがあって、そのまま予防接種ワクチンを打つという形になってました。で、痛いかなと思ったんですけど、皆さんインフルエンザのワクチンって毎年打ったりしてますかね。で、インフルエンザのワクチンって痛いんじゃないですか。で、コロナのワクチン打つ時も痛いかなと思ったんですけど、全然痛くなくて一瞬で終わって、本当にそれはびっくりしました。で、医療機関に15分ぐらいいた後、それぞれ帰るっていう形で、1時間後ぐらいかな、私はそんなになんか痛いとか頭がこう頭痛がするっていう症状は出なかったんですけど、1時間か1時間半ぐらいして、なんかちょっとやっぱり倦怠感、だるさが出てきて、そのままソファーで寝て、で、起きてもまだちょっとだるいなという感じだったので、その日はもう早めに寝ました。で、今日2日目なんですけど、今日はね、そんなにだるさも感じられず、ただここの腕が上がりづらい、ここまで上げて上がりづらいかな。で、方向によってね、こうするともうここまでしか上がらない感じで、筋肉痛にも似てるんですけど、どちらかというと筋を違えた時の痛さかなという感じです。3週間後に2回目のワクチン接種があるので、その時はまた皆さんにどんな感じだったかを、参考にしていただいてですね、参考になるように動画を載せれたらなと思います。とりあえず1回目のワクチンは無事に終わりました。ということで、バイバイ。